演習鉄道、演習鉄道株式会社、演習鉄道、A 称、演習レイロ ACOLTD は、静岡県浜松市で、鉄道路線一路線と、静岡県演習を中心としたバス事業を運営している会社である。関連事業として、不動産、保険、介護事業も営む。略称は演鉄。本社は、浜松市中区に所在し、 鉄道営業所は浜松市東区西ヶ崎町686の1、遠州西ヶ崎駅構内にある。かつては普通鉄道路線として、奥山線、前身の遠州電気鉄道時代には、軌道線として、中の町線、火災線も有していたが、1964年に奥山線を廃止した後は、鉄道線、九州、西、鹿島線、二股線が残るのみ出る。 また、浜松市外では、幾度か、路線変更が行われている。講義の鉄道事業に含まれる、作道路線としては、関山寺ロープウェイも保有している。運行は、子会社の炎鉄観光開発に委託。乗り合いバス事業の詳細は、炎鉄バスを、貸し切りバス、旅行事業の詳細は、炎鉄観光を参照のこと。分社した路線も含む、奥山線以外は、 機動線。ここでは、鉄道線、西鹿島線以外のものについては割愛する。奥山線の車両は、遠州鉄道奥山線使用車両を参照。旅客用車両として線形、系、電車、二線0系電車の二形式が在籍する。全車とも、スパニッシュレッドの車体に白とグレーのラインが入った、塗装で統一されている。 この塗装は1983年から申請された線型より採用されたものであるが、それ以前より赤系統の塗装が標準色であったことから、円鉄の車両を指して赤電とも称される。なお、原油車両に関しては型と表記するが、読みは型ではなく系である。地方の中小施設においては、大手施設より譲り受けた車両によって、 車両近代化を実施する例が多く見受けられるが、鉄道線、西、鹿島線における旅客用車両は電化開業当時から最新の2000型に至るで自社発注のオリジナル車両で占められている点が特筆される。その他共通事項としては、貫通路形状が全車とも、キノコ型、T 字型、A 段6000軽電車などの原型と類似した形状である点が挙げられる。 車両の向きは制御車、区派が西鹿島向き、制御電動車、モハが新浜松向きで、各形式とも統一されており、30系、モハ25モハ5 1 0 0系、2000系の制御電動車、モハは弱冷房車に設定れている。製造メーカーは、各形式とも日本車両製造である。車両近代化並びに、旧型車の代替を目的として、 1958年から1980年にかけて、制御電動車も、波30計18両、模波25から39.51、制御尺波80計12両、区波61.79、80から89の計30両が申請され、増備の途上において、車両番号、車番が30番台、80番台には収まらなくなったことから、 モハ30型についてはモハ三39の次に、増備された車両をモハ30と不板し、以降十九29.2827といった具合に、逆順で車番が付されている。また、クハ80型についてはモハ30系同様の、不板方式によって区波89.8079まで増備された後、ラストナンバーは、空板となっていたクハ八85が不板された。さらに、 最終増備編成についてはモハ51、模波51区六61と、従来車とは全く関連性のない車番が付されている。全車ともに、扉ロングシート構造であり、大幅な全面形状改良が加えられた、最終増備編成を除いて、湘南型の全面形状で統一されている。客用扉はミリメートル幅の、型回避とされたが、モハ三十九8 ミリメートル幅の量回比に改められ、それに伴って窓配置にも変化が生じた。その他、前面がアンチクライマー並びに行き先表示幕の有無や、アンチクライマーの形状、前面の行き先表示機、運転台構造、初期車は半室運転台構造であり、後期車より前室運転台に改められたの際など、製造年次別による形態の際が存在する。初期車には、 全面の排唱機が装備されていなかったが、後の造備車に合わせて取り付ける改造が施されいる。第一編成は、後の造備車と比べて、車体長が若干短く、側面の窓が第二編成より1枚少ないという特徴が見られた。車体塗装は当初グリーンとクリーム色のツートンカラーであったが、踏切事故対策として1961年、 昭和36年12月より、スカーレット一式塗装に改められた。この塗装は、以降の造備車並びに従来車にも普及し、赤電の愛称の由来となった。後年線型に準じた塗装に変更され、現在に至る。完全申請者と従来車の機器を流用して、申請された車両以下、機器流用者が存在し、 模波29.36から39並びに区波79.86から89が校舎に該当する。最終的には全社とも2両編成、36から39はモハ同士の全電動車編成、その他はモハクハの組み合わせによる MT 編成を蘇生したが、ゾ備ビの途上においてはモハのみ、区ハのみを申請した編成外をうなどされたことから、 学生当初とは異なる編成相手と組成された車両も多く、モハと区ハで形態が大きく異なる編成も存在する。主要機器については、完全申請者と機器流用者で異なり、完全申請者についても製造年次による変化があるものの、モハ51区ハ61を除いて、全車とも吊りかけ駆動方式で統一されている。 モハ二25区八85は1978年、昭和53年に申請されているが、同編成は炎鉄のみならず、完全申請の旅客用車両としては、日本国内の普通鉄道において、ノーズサスペンション方式の吊り掛け駆動型を採用した最後の車両である。なお、模波51区六61は、遠州鉄道発のカルダン駆動車として申請された。ただし、 前述釣り掛け駆動車を含めて、制動装置は、ワブコ系の自動空気ブレーキで統一されおり、制御装置の動作シーケンスの一部に互換性はないが、指令線は共通化されているため、駆動方式や制御装置の際に関係なく、並結が可能である。また、モハ三十六から十九を除いて、全車とも定時用発電制を用し、時においても釣り掛け駆動独特のウナリオンが、 生じる。当初は、比例防止用で増備が進められたが、前述もは25、派八85並びにもは51、区六61は落成当初より、冷房装置を搭載し、比例防車についても順次冷房改造が実施された。新生冷房車が、分散式冷房装置を1両あたり3機、搭載しているのに対し、冷房改造車は、集中式冷房装置を1両あたり1機、 搭載している点が異なる。また、冷房改造試行時期と、廃車時期が重複していたことから、冷房改造を受けることなく、廃車となった車両も存在する。1980年、昭和55年以降廃車が開始され、2018年、平成30年2月現在も十26八85の一編成未両のみ在籍する。本形式は、 制動方式等の相違から後事線形、2000型とは、並結不可能である。2015年、平成27年1月にもは27区は89、編成が退役し、これにより、片開きドアと半出構造の運転台、トーションバー台車を装備した車両がすべて、姿を消し、同線に残る吊り掛け駆動車はもは25区は85の一編成を残すのみとなった。さらに、 同年4月には30系の定期運用が消滅して予備車となり本線で走行する機会が大幅に減少した。2018年、平成30年に後述する2000系のゾービーが計画されているため残存する編成はすべて引退する予定となった。これに伴い、二扉、吊り掛け駆動を使用する営業車両がすべて姿を消すこととる。2017年、 平成29年11月30日、模波51区六61編成が12月16日にラストランとなり、2018年平成30年1月に廃車されることが公式に発表された。模波25区八85編成も2018年4月28日から30日までラストランを行い引退。これにより30型は形式消滅となった。 従来車の代替を目的として、1983年、昭和58年から1996年、平成8年にかけて、制御電動車も、破線計1001から1007、制御尺破線5 0 0系1501から1507の、計14両が申請された、円鉄発の3、扉構造を採用した、ロングシート車である。前述車体塗装とともに、 車体形状も一新され、30型とは異なり、全体的に直線を基調としたデザインとされている。前面形状は、中央部分を大きく取った三面折りつま形状で、上下にそれぞれ交代角を設けている。大型化された、前面窓内側には、電動式の大型行き先表示幕が設置されている。前照灯並びに、後部標識灯は一つのケースに収められて、 左右腰部に設置され、大枠部分にはアンチクライマーを有する。側面は三扉化に伴って窓配置が D1D3D3D1 となったほか、客用扉幅が 1300mm に縮小された。また、三重型においては腰部に設置されていた、側面行き先表示膜が膜板部に移設され、全面と同様電動膜となったことによって、三重型における、 新浜松西鹿島といった周期点表示方式から行き先を独表示する仕様に改められた。その他、側窓のユニット構造化並びに、客用扉のステンレス化といった改良が加えられている。主要機器の仕様は30型も、波51区波61のそれを踏襲しているが、空気制動装置が、円鉄において初採用となる、電気指令式ブレーキ、 発電制度併用 HRD-1D に変更された関係で、モハ51区ハ61を含む従来車との併結は不可能となった。冷房装置は30系新製冷房車同様に分散型冷房装置を1両あたり3基搭載するが、冷房装置カバーが3基の冷房装置を覆う一体形状に改められた点が異なる。本形式は、 末尾同番号の模範派で2両編成7本を蘇生し、4両編成運用時においては、本形式同士のほか、後日の2000型との並結運用も行われる。1999年に登場。2001編成、模範2001区派2101は、同年4月5日より、営業運転を開始し、現在に至るまで増備が続いている、新形式であり、 2018年2月現在も波2000、計2 0 0 1から2007区波2 1 0 0計2 1 0 1から2107の計1 4両が在籍する。形式称号の2000には21世紀に向けての新型高性能電車の意味が込められている。車体構造は1000型とほぼ同様であるが、制御装置に円鉄発となるイベット素子を用いた VVVF インバータ制御。 1C2M 制御方式を採用した。制御装置、主電動機ともに、三菱電機製であるが、従来東洋電気製造製の電装品を、主に採用した円鉄にあって、三菱製の電装品の採用もまた初のことであった。制御装置の VVVF 化に伴って、低使用制度に改正制度が採用され、省エネルギー化並びにメンテナンスフリー化を実現した。その他、 パンタグラフにシングルアーム式のものを採用した。車内設備も、おおむね線型に準じているが、客用扉窓の固定支持方式が、H ゴム固定から金属枠固定となり、扉窓が若干角張った形状に変更されたほか、座席モケット色も変更となった。また、バリアフリー対応として区ハ2100系の乗務員室、後部、助手席側が、車椅子スペースとなっており、 当該部分に座席は設置されていないことからモハ白派で座席定員が異なる。2001年に増備された2002編成、モハ2002区波2100により運転機器が従来の主管制御機、マスコンと制動弁が別個となったツーハンドル方式からそれらを一体型としたワンハンドルマスコン方式に改良された。さらに2008年に増備された2004編成、 もは2004区派2104においては、制御装置も三菱製マップ -124 から 75V187 に変更された。2012年に2005編成が増備され、2012年10月23日より営業運転を開始した。2005編成から台車の軸箱指示方式が従来の円錐積層ゴムバネ式から軸量式に変更となった。 2015年には2006編成が増備された。同編成では、車内案内表示器は、円習鉄道発の LCD 式となった。以後、既存編成についても入場検査の際に、表示器を同様の LCD 式に交換改造していく予定で、あ、あ、本形式も線形同様に、末尾道番号の模白派で2両編成4本を、蘇生し、4両編成運用時においては、 本形式同士のほか、線型との並結運用も行われる。2016年4月1日、地元企業である、豊か技研の創立30周年を記念して、2002、編成の車体全面を青色にラッピングした、青電が登場した。これは豊か技研のコーポレートカラーが青色である、ことから、話題作りの一環として企画されたもの。鉄において、車両の全面ラッピングは、 史上初、2017年3月末まで運行された。同編成は2018年2月13日より、ビレッジハウス広告の水色ラッピングとなった。2019年2月までの運行を予定している。2018年10月11日、サーラグループが電力流通事業展開を始めてからの累計契約申し込み件数3万件突破を記念して、 2005編成の車体全名を同グループのコーポレートカラーである緑色にラッピングた、緑電、緑電が運行を開始した。鉄道線では磁気式の乗車券を導入していないため磁期券を読み取る方式の自動改札機は存在しない。IC カード、ナイスパスのカードリーダー、および駅係員、車掌の改め修札で対応している。無人駅や有人駅で 係員が不在の時間帯では、車掌や運転士が改め修札に当たり、全校車客のナイスパスの読み取り及び乗車券の回収を行う。しかし4両編成での運転時は、無人駅にも職員が派遣され、校車客の修札に当たる。これは4両編成の場合、編成長が約70メートルと長く、車掌と運転士による修札だけでは時間がかかり、 発車が遅れてしまうためである。単線で12分間隔の運転という高密度なダイヤで運行しているため、発車が遅れてしまうとダイヤ全体への影響が出てしまう。自動券売機は各駅に2台以上が全駅に設置されている。新居浜松、遠州西川崎、浜北、西鹿島を除く各駅にはホームに番号がついていない。相対式ホームでは、 行き先の案内で目的のホームを判断し、片面ホームや、島式ホームでは、列車の方向幕によって乗りする列車を判断することになる。新居浜松には発車メロディが、演習病院、ラッシュ時のみ使用、西鹿島には発車ベルが導入されているほか、接近放送が導入されている駅では接近メロディが流れる。なお、中間駅では、 基本的には乗務員の手笛により発射する。本節の詳細は、炎鉄バスを参照のこと。なお、1997年12月25日に、浜松市は全国初のオムニバスタウンに指定されている。本節の詳細は、炎鉄観光を参照のこと。基本的には、バスの施策は、炎鉄バスにて、鉄道線の施策は、 円州鉄道鉄道線にて述べるが、ここでは、両者に共通する事項を述べる。なお、ET カードや、ナイスパス、演鉄カードなど、各種カードに関連する事項は、当該記事を参照のこと。演鉄では、メインの鉄道、バス事業を補完するため、本体で、国内企画旅行、運輸事業部、不動産、保険代理業、介護サービス事業といった、 関連事業を直営しているほか、浜松市を中心に、運輸、流通、観光事業など15の関連会社を要し、企業集団、煙鉄グループを形成している。キャッチコピーは、地域と共に歩む、煙鉄グループ。煙鉄ストア、2016年、平成28年3月期売上高563.71億円、と、煙鉄百貨店、2016年、 平成28年3月期売上高352.50億円は本体を上回る売上を上げているほか、ネッツトヨタ浜松も2016年平成28年3月期売上高204.69億円を上げるなど連結の営業成績の多くを関連事業で稼ぎ出している。2008年9月1日よりグループ共通のポイントカード、円鉄カードが 運用開始となった。また、テレビ CM も放映され、三重県出身の歌手、西野香菜のスタンプという曲が使われている。株主は特記なければ、遠州鉄道株式会社。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。